はい、どうも、こんにちは、TV です。今回もウィニングリバープリン2019やっていきましょう。ということで、今回ですね、今週推したい最強2トップおります。激推し。ということで、じゃあその2トップ誰なんだと、こちらになりますね。エディンソン・カバーニとルイス・サレソン。ウルグアイコンビですよ。ウルグアイ代表コンビ。はい。この2人が争った時ね、もうワールドカップでもすごかったですけど。ライブアップでも A です。さあですね。まずオフェンスエースがまあ圧倒的すごいと。95。もう95。そして決定力があって、みたいな。全体的にあと、まあ数値のバランスもいいんですよね、やっぱり。そうですね。あとフィジカルコンタクトとかも結構強かったりするんで、普通に。ガッとね、こう押してシュートを打てると。いうのがやっぱスアレスめっちゃいいんですけど、まあ、これを結構カバーニに合わせると。合わせると。まあ、お互いね、ラインブレーカーなんですよ。うん。まあ、ツートップどっちもラインブレーカーってどうなんだっていうところなんですけど、まあ、スアレスは本当にシュート、うん、フィニッシャーとして使って、カバーニですよね。こちら184センチで、カバーニがなんとスアレスよりもさらにオフェンスセンスいいんだよね。97なの、うん。で、カバーニはですね、ヘディングが強いんですよ。うん。だから、カバーニに当てて、スアレスが抜ける。うんっていう動きが一つムーブとしてあるんですよね。まあ、二人ともラインブレーカーだから、気をつけるのはその OMF がいるから、まあ、これをツートップとして使ってるということで、まあ、普通の OMF とかなかったら、まあ、このツートップはやっぱり、ちょっと成立するのは難しい、ね。まあ、そうだね。トップ下がやっぱ運んでくんで、ロマンの、そう。この、ロマン、サントスとかが、そういうのが、やっぱ使うと、すごいいいと、はい。メッシ絶好調ですけど、まあ、今回ね、コーチーニョ。スアレスは絶好調、カバーニがまあ好調といった感じで、この2トップでやっていきますよ。うん、まあ、この、相手の人も CF メッシ増えましたね。いやー、最近よく見ますよ。もう紹介する前までは一切見なかったですけど。全然見なかったんですよ。一人見なかったと思う、多分。広まったね、やっぱり。戦ったことはなかった。レート帯で戦ったことはなかったですけど。CF メッシ使われるとね、本当にね、ね、怖いっすね。まあ、ただ、CF メッシはね、知り尽くしてるっちゃ知り尽くしてるんで、動きは知ってるんでね。さあ、いやカバーニなんですけど、まずねやっぱ95スタミナあるんですよ、レベルマックス、うん、だからどんどん下げます。なるほど。まずはね、こうやってボールもカバーニも一体カバーニしかもアクロバティックリアもついてるからね。これね、うん、浮かしてカバーニワンタッチパス持ってるから当たるんですよ。で基本的にあのもう前に行きやすい。なるほど。でスアレスカバーニこっちはワンタッチパスいい位置だ。で受けてもうシュート打ってこう。おお、こういった感じのね使い方ですね。カバーニ入ったら、まあ、ドリブルの数値は低いんで、しかしワンタッチパスという恐ろしい能力値があるんで、なるほどね、そのワンタッチパスでヘッド、頭で落としてもいいし、どんどんこう前に行くっていう感じ、ね、それをうまく使うっていう、でしかも守備面でかなり下げさせるっていう、でもう95あるから、こんなに、ね、相手のムバプムバプ、ムバプムバプいいだろ、もうここら辺は頑張れと、守備陣でね、頑張ってほしいよ。さあ、グラドクロス入ってきた、最後の怖いけど、いやカバーニいるぞ。カバーニがいるんで蹴れるんですよ、ここね。なるほど。カバーニはヘディングでファンダイクと設定、ここにこぼれていく。ダイクにも。あ、来た。ワンタッチ落としてカバーニ。ワンタッチ。わー、素晴らしい。はい、来た。二人で、カバーニ。ウルグアイ。流して。ドン。すぐあれ、隙間いってくー。おじいちゃん監督、喜んでる。あれ、長いんですよね、あの監督ね。うん。でもあの監督どうだった？なんか、終わった？まさになんじゃない、どうなんだろう、ね、ウルグアイってすげえ長い、20年ぐらい、長いらしいね、20年なんかすげえやってるんだよ、ね、めちゃくちゃ長いんだよね、あのおじいちゃん監督ね。さあおい、モドリッチいいです、ガンテ、メッティ、ここ、スアレスここまで下げさせますね、やっぱり。さあ、ムバッペ、腰、いよ腰を入れる、そしてムバッペから浮かして、こっちのムバッペ、はい、ワンタッチパス、すごい、よく取った。さあ、いいぞ、スアレス、サラで走らせて、ちょっとターンして、スアレス。いや、いいよ。コーチーノ。カバーニ。すごい、やっぱ。シュート力あるからね。パワフルだね。パワー、すごいあるんだよね。カバーニって言ったらね、めっちゃなんか難しいシュート決めるイメージ、超あるんだよな。えぐいところからね、決めるイメージありますけど、ここも耐えてね。だって、くるって回られてもね、まあ、意外と取れるんですよね。あのそんな行き過ぎないで、カーソルに離したりつけたりとかすると、まあ、この回るの結構センスありますからね。これね、結構上手い人は本当に上手いんですけど、これの止め方、PSO とかだったらこれの、やり合いだから。うん、やり合いで。ガッツリやり合い。これ見た今の、うん。カバーニ目が効けるの。やっぱ落とすの強いね。これマジでかいんだよね。やっぱりあそこでしかもワンタッチパスあるじゃん、うん、でかいんですよ。でここスルスルって抜けてきて、さあカルバハル、速えな、なんかスアレス、カバーン、早送り見て、シュこれ早送りしてない、シュッて聞いた、おーこれですよ、フェンスです、早送り見て、なんか普通の試合なんだよね、早送りかよと思っちゃったね、なんかいいでしょ、やっぱり、やっぱり基本的にね、カバーニの使い方としては、やっぱりカバーニに目がけて蹴るんですよ。うん、まあ、通常だったら5、6パスになるんだけど、カバーニいるんで、カバーニに目がけて蹴っていい。なるほど。
もうでワンタッチパスあるから苦しくなったらカバーニー、カウンターでカバーニーみたいなとこなんだね。見てください相手の方、おれ、あ、怖い怖い怖い、メッティがすごい、あ、メッシ、メッティの使い方よく分かってらっしゃる、あー、いやーすごい、行かれてもうたな、しょれ、ただちょっとあれやっぱ高い位置で飛び込みすぎたね、取れるかなと思っちゃうんだよね、やっぱどうしても、ね、それ罠なの、罠なの、メッシね、マジ3番A はやっぱり CF止まらねえんだよ、この選手がね、これね、おい、どうなってる、うまいっすね、わー、おお、すごい、これはすごい、すごいっすよね、これ早いな、というか結構レートが高い方で、あ、なるほど、私900台の方だったと思いますけど、しょうがないですね、まあ、こっちもじゃあ、メッシにはメッシを、まあ、温存してますからね、メニューがメニューがね、カニュアルだね、メッシにはメッシをつけましょうよ、そうですね、応援で行くね、ちょっとね、まあしょうがないところもあるんだよね、やっぱ、いや、もう無理っすね、あれはもうメッシのやっぱあれやられちゃうんで、これやっぱカバちゃんと、まあ、でも監督によってはっていうところですよね、まあまあまあ、まあ、やっぱそのルイス・アルベルトの方はちょっと趣味がやっぱり、趣味がね、やばいから、ワンボラなんでもうしょうがないんだよ、さあここはドラクセル奪ってけ、オッケー、カバーニ行け、カバーニに、さあワンタッチを落としてく、もうワンタッチめっちゃ引っかかってくれる、カバーニ、え、カルバーニ負けない、カバーニの、カバーニの、シュここら辺のシュートちょっと怖かったけどね、カバーニの場合、まあそうなんだ、決定93あるからね、うん、西本が難しいシュートすげえ決めるんだけどさ、すごいシュート決めるからね、うん、感動するのシュート、いや、いいね、カバーニ守備して、ここカバーニ、あ、怖い、ドラクスラー、ドラクスラー、なんか入られた、危ないぞと、さあカルバハル、サラー浮かしてカバちゃん、いや、いいよ、スルーパス、これ見た、スアレスの抜き出しなの、これはこれ理想なんだよね、あー、えしょうもねえゴール、そう、まあ、打てばよかったんですけど、なんか、あっみたいな感じだったんです、あのムーブなんだよね、カバちゃんに当てて、まあ、あれワンタッチじゃなかったんだけど、うん、スアレスがすげえ裏のいい抜け出したんだよね、出すだけみたいな、なるほどね、カバーニは本当にね、カバーニに目がけて蹴るっていうのが一つあるんでね、うん、さあここで4対2できてますよ、あ、怖いよ、バックに入られて、で、ヘアシンしてくる、コースもまあ限定できてたんで、そう、まああんま入んないですね、そうそうそう、あれ、あれ入ったらまあしゃあないもん、まあ OK と、やることはやってる、そうあんまりその守備で、まあそのグラウディオラ使った時に点数決められたからって泣いない方がいいですね、ないないね、しょうがないって思った方がいい、カバちゃん、さあ逆にカバちゃん、カバちゃん出して、カバちゃんって完全に俺もうあっちのカバちゃんもすあのゴリゴリに女になってる、うん、そう、おい、2人で決めちゃって、スワッちゃんとカバちゃんで、スワッちゃんって何やねん、だいたい、や、まあいいですね、こうカウンター刺さってるね、相当ね、いつかね、マジ強力だからね、このツートップ普通に、早いな、これ早いよ、推進力がすげえあるじゃん、うん、そう、こうドラクスラにブンブン、うん、ここ止めて、ここはもうね、まだポケもいる、うん、さあここね、まずはやっぱりメッシのパスコースを消したいんですよね、ここ入ってくるでしょ、ここ回ってくるぞ、もう一回倒してくる、ここ読むんですよね、結構ね、なんだここら辺の操作は PSO にできたら、ワンタッチ落として、スワッチャー。あ、さすがにね、まあまあ、ここで終了。まあこんな感じでね、やっぱその浮きパスからのカウンターが相当強い使い方で、あとはもう溢れ出るオフェンスセンスいますからね。絶好調、2人とも。3試合目。しかも、コーチーニも絶好調や。すごいっすよ。でもマジで早送り見てるみたい。メッシまたおるやん。しかも相手にもカバーにいるよ。カバーニーとメッシとね、この使い勝負みたいな、メルボルンビクトリーだし、メルボルンビクトリーね、こっちもちょっとね、どうなるかですよ、さあ負けないぞ、攻撃のやり合いがすごいけどね、うん、まあここはね、グラウディオラの場合も火力でいくしかない、火力でいくしかないですね、さあコーチに浮きパス使ってカバーちゃん、さあこれよ、さあスワレス、サラ、うおーい、マジかよ、行ってみよう、あー、惜しい、久しぶりにクロスあったな、そう、惜しかった、おー、あー、いい、これはいい、一撃必殺、引き出しをされてく、カバーリ、いやー、これ一撃必殺だったね、ワールドカップのシュートみたいな、うん、あ、ちょっと状況は違うけどさ、ね、うん、あの、まず、開いて、開いて、やられましたね、結構股関節にダメージきそうな打ち方、そうだね、さあここしかしまだね 1-0 なんでね、さあ浮きパスやっぱね怖いね、頭グラウディオラ落としてカバーにね、こういう使い方ですよね、うん、カバーに当てつつ自分たちでこう上がってくるんだ、カバーに、おっとムバッペ、いいよムバッペ、いいよムバッペ、はい、いいよカバちゃん、あ、来た、
はい、うん、決めるな、決めます。いるところもいいんですよ、うん、やっぱこの、あの向こうの人も多分ツートップでこう、はい、カバーニとメッシュを並べてると思うんですけど、はい、よりこっちはあのなんつうんだろう、点決める、まあメッシュも相当やっぱ高いんですけど、やっぱ体の強さがあるんでね、そういう張る、ちょっとぶつかってもちょっと大丈夫系の人も並べてるんで、まあその中の強さっていうのもこの2人は結構、まあ頭にね、カバーニとか合わせられるし、カバーニはだからその頭があるっていうのがすごいいいんだよ、頭で落とすんだよな、ね、ワンタッチパスあるから頭で落として走らせるっていう、あれがまあどうするどうする、そう一番なんか、リスクなく攻められるっていうかね、まあちょっとやっぱ守備もろいんでね、あんまり人数かけちゃうともう手安定になっちゃうんで、ね、ナイスワンダイクですね、ここブースケツカバーに今度も読んでましたね、うん、相手の方スピリクエーターで、おーちょっとおー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 みたいな、カバーにレバッペホイスワレス、さあムバッペ、ムバッペ2枚で来てます、おっとここ寄せられてましたからね、まああやってね、相手の方もちょっと多分敏感になってるんで、そうだね、カバーニのちょっと起点に作られるの嫌だなっていう感じしますね、カバーニここでグッ押さえての、これができるのほい、すごい、これだからあえて相手にねぶつかられて利用してね、クッとね強いんだよね、体もああいうのもやっぱすごいできるのが強みなんだ、メッシだとね、あれはさすがにちょっと ね、まあ、ね、あのね、よろけるんですよ、結構よろけるね、まあ、取りはあんましないと思うんですけど、あれでよろけてね、まあ、その間にちょっとみたいな、そうそうそう、回ることはちょっと厳しいみたいな感じになっちゃうんだね、カバーニーはいいね、ああいうのもできるからね、本当に、まあ、絶好調だったらね、うん、まあこの、まあ、相手の人のメッシとそのカバーニーとの2トップっていうのももちろんいいと思うんですけど、どちらかというとこの、まあ、この2人を置いて OMF にこのコイチニオ、浮き球をね、カバーニに使ってるけど、かなり有効的に攻めるんですよ、もう一回カバーニ使っちゃったりとかして、カバーニに聞い取られたら、スアレスにやられる、スアレス来るよみたいなね、メッシいい抜け出ししてるもんね、カバーニ、ワンタッチ中に、スアレス、素晴らしい、決めていくよと、いやー、これでもカバーニ、ワンタッチ生きてるね、いや、めちゃくちゃ生きてるの、ね、だからロナウドとかワンタッチパスないの、まあ、レバンドスキあるんですけど、カバーニはね、レバンドスキ上に抜けないから、そう、ラインブレーカーでこのワンタッチパスって、マジ怖いよ。本当にこれだけゴリゴリ、ラインブレーカー下に OMF 行くといるとすごい生きる、ね、そうそうそう、おーここ怖い、ここ怖いぞ、相手もカバーにいますね、まあ、これはねしっかり、まあ、こう行きすぎないっていうところで回られちゃうんだよね、そうそうそう、落としてカバーにメッシー、もう一回カバーに使いましょう、カバーに頑張る、カバーに頑張るな、おいドラクサラに出してこのいいとこ走ってくんだよね、あーここに素晴らしい、センサー塊だ、今トラップするみたいな、うん、ちょっとねはめる動き、ツーみたいなのもできたけどね、まあああいうのもできるんでね、カバーには、さあコーナーチャンス、頭ね、まあコーナーからの頭っていうのね、行きたいんですけどね、ファンダイク、おお、ダイクアクロバティックなことしたんだけど、ただね、これ怖いんだよね、まあそうだ、ね、逆にね、本当に枚数がね上がらせない方がいいみたいな、ね、上がらせない方がいいみたいなね、あれもあるんですけどね、つい上がらしちゃうんだよね、あーあー、迫力ある、コーチーニョにここ決められていっちゃうと、しゃあないな、まあ、ファンタイクでしてね、あそこ決めれればよかったんですけどね、まあ、あんま上がらせない方がやっぱいいのかな、まあ、リスクを犯さないだったらね、やっぱ上がらせないんですが、うん、さカバーに落としてドラクスラー、もう走る、カバーにスアレス、カバーにからスアレス、おー素晴らしい、左ストライカー、ここストライカーだ、でもこの両方決められる中でのワンパ持ちがめちゃくちゃ生きる、めちゃくちゃ生きるね、本当に、でね、カバーニとスアレス、やっぱ起点とするのはスアレスからで、そう、あ、スアレスから、カバーニからで、カバーニとスアレスってラインブレーカーなんだけど、そのラインブレーカーでも使い方によっては結構本当に強力な、うん、ツートップのラインブレーカーになるんで、やっぱ使いようにはなってくるんでね、本当にまとめると本当カバーニにめがけてボール蹴って、そう、まずカバーニにボールを預けて、ね、最初にまずカバーニだね、スアレスじゃないんですよ、やっぱカバーニに預けてカバーニでワンタッチパスしたりとか、カバーニじゃそのワンタッチパスが相手読んできたらちょっと持って考えたりとかっていう動きをしてきながら、最後のフィニッシュでスアレス入らしたりとかすると非常に強いんで、挟めるからね、スアレスをね、スアレスだけだとワンタッチパスがないんで、 そこの部分がちょっと弱いんですけど、弱いからね、カバーニは起点になってくる動きがすごいできるんで、ね、 それをうまく使いながらコーチニョと絡めたりとか、いやこれはね相当ね強力なツートップなんで、まあ、今週ねどっちも A なんでね、うん、
ちょっとね、まあ、この褒めだと守備が、うん、まあ、厳しいみたいなところもあるんですけど、はい、まあ、この2トップで火力でね、うん、押せる部分も多々あるんで、そうそうそう、まあ、グラウディオラだったり、はい、あとフェルナさん。フェルさんもいいですね。そういう監督で、まあ、下に OMF がいる監督で、うん、監督だったらいいと思います、ね。使うと非常にいいんじゃないかなというふうに思います。はい、行きましょう、さら。ボー。